はい、こんばんは、いいです。すいません。はいはい、はい、歯の痛みがちょっと強くなってきてて、はいはい、今からでも見てもらえます？はい、本人様ですか？私本人です。はい、で、うちはね、夜でも、今何時かやな、もうすぐ夜9時ですが、応急処置じゃなく、君が望むならきちんとしっかりと痛みを楽にして返しますけん、はい、安心されてください。あとです、うん、ちょっと今不妊治療してて、妊娠の可能性が、あ、ちょっと待って、あの iPhone かなんかしなきゃ、はい、声がね、ちょっとちっちゃいけん、声近づけてみて。聞こえますか？はい、大きくなった。はい、どうぞ。ありがとうございます。今不妊治療この間してですよ。あ、おいくつの方？私38で、どちらに行ってる病院？病院ね。うん、ああ、ハイバー法移植してまだ妊娠の判定前なんですけど、問題はないって言われてるんですけど。そうそう、それね、ちょうど僕文書書きよったんですよ、今ね。あとあの、カロナールとロキソニンの違いについて。で、カロナールは、はい、なんかな、産婦人科さんも安易に出して、喘息が出るとかね、いろいろあるけど、はい、カロナールは全く副作用ないって言うけど、はい、言うけど、ほら、子供って胎児ってちっちゃいやろ、うん、もしできてたらね。はい、ただ、薬が、もう、なんすか、濃縮オレンジ 100% みたいな感じで、強く刺激を与えるから、そう、せっかくほら君今頑張りようんやろ。はい。だけ僕は安易に薬は飲んではいけないと思ってるんですよ。あ、薬飲んだ？カロナールとか。あ、飲んでないです。飲むのが怖くて。そう、それいい考えよ。やけ産婦人科さんはなんて言ったって、はい、歯科治療はしていいってこと？なんか文書に判定日まではなんか内服薬とか歯科治療も通常通り大丈夫ですって書いてあったんですよ。そうそうそう、それ紙持ってきて。あ、わかりました。だけどあの、うん、何が言いたいかというと、結論、歯が痛いと、はい、早産の恐れがあるんですよ。要は流れちゃうって話ね。 あんまり痛いと、はい、要は体の敵対するものを全て排除しようという、はい、こう機能が働くんやね。痛いって言うなら、はいはい、痛みをなるべく取り除く、はい、やけ それにちょっと特化はしてるんだけど、はい、要はレントゲン写真撮らないうちはね。うん、僕深夜までやってるんですけど、もう今年で19年目ですけど、はい、開業してね。もう君のような子が来るんですよ。まあ君はちょっとほら不妊治療やけど、うんうんうん、だけどそういう妊産婦の方、下手したらね、来週出産しますとか言う人も来たけど、で、まあ妊娠して、まあ君のね、知識を与えるけど、この電話で、あの、はい、治療とかできる期間が国家試験で習うのは死なない。あの妊娠、あの、とつき10日中やろ？はい。4ヶ月から7ヶ月の間は治療とかできるんですよ。うん、あ。だけど、まあ君はほら、不妊治療だから、それちょっと将来にもしでき、はい、おめでたでできたらね、考えときようって話やけど、はい、本当は妊娠する前に、あの、ね、説教してもしょうがないけど、悪いところは処置しなさいよって今論文書きようんですよ。で、結局なんか、はい、なんか聞きたいこと言って。あ、いや、あの、なんだっけ、今その歯科医に通ってて。通ってる？一応、そう、あの、通ってて、か一通り見てもらって。そうそう、いつ行かれました？虫歯はないけど。あ、虫歯はないけど。そうですよ、あの、また木曜日ですけど、虫歯はないけど、ちょっと歯肉炎があってってことで、はいはい、今、クリーニングをしてたんですよ。やけん、一番最後行かれたのはいつですか？先週の木曜日です。最近やねんか。やけん、歯が痛い、もうね、もう見抜いた。そしたら虫歯がないんやろ。で、今ね、不妊治療、ほら、もう君にフレンドリーに喋るけど、君頑張りなさいよのエールを込めてね、言うけど、うん、そうやって、今ほら、あんまり言ってはいけんちゃけど、イライラ、ストレス、君にとって、僕心理カウンセラー持ってるんですよ。やっけ、いろんなことがあったっけ、心理カウンセラー勉強したんですけど、普通の歯医者嫌だと思ってね。で、こんな深夜帯、夜間とか深夜帯に電話、歯が痛いで電話してきてる人は、もう先に言うけど、実を言うと、もう今日疲れてたけど、ワンクッション、ワンオクターブ声を上げてるんですよ。で、早口でちょっと喋ってるんですよ。で、この喋りを聞いて、最初に僕に電話す、痛くて電話したんやろ。はい。だから電話する前と今僕のこの話を一生懸命ね、電話越しに聞こうとする、あの、意識をこっちに向けさせて、痛みが楽になる人がいるんですよ。あ、今痛み、やけん電話するとき痛み何%って言った？死ぬとき痛み100やったら、
あ、減ってます、確かに。そういうこと、やけん、まあ、正直に答えて、電話する前、痛くて電話したの、この夜9時ぐらいね。しました。やけんな、痛み、死ぬほど痛いが100だったら何パーセントやった？でも30、40。そうそう、で今は何パーセントになってる今、うん、今でも、あ、でも今もそんな、30とかぐらい。そう、少し下がったろ。それは僕の、あの、催眠術も習っておけ。僕の喋りに、この早口中、こんな風に喋り、早く喋る人、舐めの舐めの舐めたもんって言う人、あ、君の人生でおる？いないです、うん。君仕事されてる？失礼ながら。あ、してます。何系？事務、医療事務してる。何かの？あの、皮膚科。あ、まだ働きよと？働いてます。で、失礼なこと聞くよ。医療関係やけん。旦那さんは何系？あの、車関係の。あ、車、あの、オート、何やったっけ、ビッグモーター？あ、じゃない。冗談や、冗談、今冗談や。いやけど、こうやって笑う角には福来たるっていう病が気からちて、わざと笑わせたり、よう考えて、こんな電話で来るか来んか分からん人、ほら、一生懸命喋るやろ。だけど、はい、君はもう最初から説明するわ。レントゲン取らないんですよ。でも僕もう見抜いたって先に言っとくね。レントゲン取らない、薬出さない、局所麻酔薬、表面麻酔薬もしないんですよ。だけど、その痛みは虫歯がないってかかりつけの人が言ってんだから、歯肉炎っていうのはまだ軽度の、あの、炎症なんですよ。歯周炎に行ったら結構進んでるねって。もう一回言うけど38やった？はい。で、ストレス、最近、そのなんかな、あの、不妊活、不妊や、ちょっと疲れて日本語わからん。不妊活動？なんちゅうやったっけ？不妊治療か。不妊治療に対するストレス、何パーセント？正直に、今の君。でも100あります。でも仕事のストレスも100ぐらいある。うん、まあ、仕事はしょうがないけど、ほら、不妊治療は金かかるってやろ。金かかる？今なんか、補助金でやろ。今、保険診療になってます。僕が、ほら、こんな感じで、あ、知ってる？僕、土日、祝日、正月、盆、ゴールデンウィーク、全部、明日から深夜までやってるんですよ、仕事。はい。昨日も3時過ぎまでしよったんです。え？ネット見た？うちの。見ました。見とるやないか。やけん、要はもう、あ、そうです。やけん、19年こうやって、6000万の借金があったけ、もう全身あるのみ、後ろ振り返る暇なかったんですよ。で、これで子供がほら、最近引きこもりとかね。まあ、君ほら、これから希望の人やけどね。希望、子供ができて、ね、どうしよう、ああしよう、ああいうことしよう、あんな名前つけようっていう希望あるけど、こういうこと言っちゃいかんけど、やっぱ引きこもりとかほら、寝てる親をこの前ね、女の子が母親、殺したりして、はい、疲れ果てて帰って、頭がいつの間にか殺されて、あっちの世界行っとったらどうするちゅう話やけん、僕はもう多分、鹿のために、生きるために、で、君いつから不妊治療しよう？去年の6月に受診って感じ。で、結局今回の、まあ、専門用語は分かんないけど、何かをね、処置をして、いつ答えが出ると、はい、子供できたよって。18日の月曜日。今日何日を言ったい？今日9月のと12日。やけいつって言ったっけ、はい、今19？18月曜日。うん、やけん1週間、ああどうかなって言ってストレスが溜まってるんですよ。で、やっと歯医者に戻るけど、今痛みもう一回聞く。痛み何パー？でもまだ20ぐらいある。そう一個思い当たることがあるんですけど。あ、全部言っちゃってん。これ要は毒を僕に吐きようと。だから僕、肩に君の怨念がどっかに乗って、家帰って宗教してないけど、あの、払いため清めためてね、体に塩まぶして、で、ほっとして寝るんやね睡眠時間あんまりないけど、今日も2時3時までおるけど。で、思い当たること何？あの昔からすごい虫歯できやすくて、こう治療結構してるんですよね。はいはい。で、なんかその治療した歯が、そのここの歯じゃなかったと思うんですけど、こうなんか根っこの先が、うん、なんか炎症を起こして、そうすごい痛くなって、そうで、結局穴開けてもらって、そうで、何回かなんか根幹、そう、よう知ったやん、専門用。君賢いやないか。失礼なこと言うんして、で、なんかもしかしてそれかなって。うん、要はだけど、もう一回行くよ。そのために検診してないやろ、今、かかりつけで。あ、そうです。そう、それでレントゲン取った？取ってないです。うん、だから、要はもう見抜いてるんだけど、実は言うと僕ね。口を、今もう一回行く。もう素直に答えて。今痛み何パ？君にとって。パッとパッと。今は、うん、大体、10ぐらいになった。そういうこと。やけん、僕がわざと、ずーっと引っ張るとこや、電話で。
これで痛みが楽になる人いるんや、どうもこれ金にならないならコロナでね電話で喋ったらお金もらえるんやけど、ただ君はお金かかるやろ、あ保険診療っていくら払う不妊治療に今その中から間の体外受精時でも5万ぐらい、そうよやけん大変やろ、うん、やけん君から金取ろうとは思ってないんだけど、ただもう見抜いちゃったんやけど今20とか10ぐらいやろ喋ってるだけで、あ、はいはい、で口をあーんと開けて、はい、歯は噛むためのものやろ、開けて噛まない当たってない時今何パーセント痛みパッとパッと、あー今ない、そういうことよ、ということはそれはストレス食いしばり歯ぎしりなんですよ、あーはい、カチカチ噛んで、はい、カチ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 噛んで、何か痛い、そういうことよ、やけどそれストレスで、はい、病名は歯周炎由来の打撲の炎症っていうんですよ、君部活してた？部活はしてない、運動部じゃなかった、何、吹奏楽部とかマネージャーとか、何のマネージャーよ、バスケ、あでも吹奏楽部って部活の彼女が吹奏楽部だったんですよ、あだから肺活量を鍛えない関係、何の楽器しよった、私ユーフォニウムって金管の楽器金管って木琴ってこと、あトランペットなら肺活量がブーってなんかね、で走ったり体育会系じゃなかった、少しだけ、あでも腹筋とか、そうそうそう体育会系やったろ、うん、やけんそうやってグーって食いしばってそのずっとずっと頑張ってきた、今38歳、子供まだゼロ、失礼ながら、えゼロです、うん、で結婚して何年目、今旦那何歳よ、旦那え君面白い人かお僕ね、これなんでこんな人の話かしてる、どうせ明日になったら忘れてるんやけど、人の人生ドキュメントが好きなんですよ、ノンフィクションって人、生きて不妊治療私は頑張ってます、20歳上の男性のいつ結婚したやおい、いつ結婚、もう友達やろおいら、おいらたちや、君のこと知らんわ、こんな感じフレンドリーでネットに行くこと書いてないもん、電話だけでも偉い親切に、いや その書き方したら電話かける人が出てくるけどね、いっぱいね、だけど笑いよっけん気楽になって、はい、要は君人生の中で歯ぎしり食いしばりしてるって言われたことある、記憶にはないですけど、でも寝てるときしてるような、ああそれ自覚あるときグーって噛んで、ほら寝てて怖い夢見る、最近夢見る、最近は見てない、夢は見ます、あ夢見ないならまだそこまでね心理的に圧迫はないって言われてるんですよ、夢見てるよみんなね、だけど忘れるなって、僕なんてコントロールできて僕ずっと働きよっけ、もうきついけ、変な感じがいっぱい来るけ、あの楽しい夢見れるのにコントロールされてるんですよ、しかもなんとか覚えて起きたらすぐ横に夢手帳書いて夢ノート置いとって書くんや、だけどこれ夢の中でこれ夢やんって思いながらね、楽しい夢やんこれ覚えとこうって思って目開けた瞬間忘れるときあるよね、それぐらい君はやけん今は切羽詰まってないと思う、でも仕事とその不妊治療がストレスが100やろ、はい、やけん要はレントゲンも取らんでいい、麻酔もせんでいい、あの何でしたっけ薬も飲まんでいい、ただカンカン当たったら痛いんだから、それ打撲の炎症っつってね、部活しよっときほら足グキって言ったらどうする、ランニングしよって金管楽器やけど腹走れとか腹筋しろって言って走ってグキって言ったらギブスで固定するやろ、はい、動かさんするでしょしばらくは、はい、そうすれば痛みが楽になる、初期の症状ならね、だから、はい、ちょっと携帯を置いて手のひらを3本指でパンパンパンで叩いて、君できる、はい、痛くないやろこれ、はい、で人差し指を、人差し指 ET って分かる、人差し指を直でちょんちょんちょんでもう一回叩いて同じ加速図で、痛いって分かる、どこですか、いやいや手のひらやろ、左の手のひらに右の手のひらに携帯を置いてもらって、あの3本指で叩いても、面で叩いても痛くないけど点で叩くと痛いって分かる、言ってること、あ、はい、そういう噛み合わせで痛いと今、あそれを要はレントゲンも取らんでいい、薬も出さんでいい、麻酔もせんでいい、要は噛み合わせをコントロールしてそこを一時的に当たらんようにすれば、スカスカにはさせんけん食べれない関係ね、また落ちてくるんやけど、いや今痛いっていうならば痛みはサインやけん、安易にカロナールとか薬を飲んでいいじゃなくて、痛みは原因があるのですよ、だけんそれに対する対処をすれば一時期はしのげるやみたいな、で痛くなったらまた電話でもね、君何分か表示出てるのか16分53秒喋るんですよ今ね、はい、やけん要は
あの君がお金が大切、夜動くの大変だっていうなら、今こうやって僕早口で喋ったことによって楽になったならば、あの様子見てもらってもいいし、ただあの噛んだら当たったら痛い、反対側で噛んどるやろ今痛いけ、うん、食事取った今日、はい、取りました。うん、何食べた。あのでもなんかそのこうなんこう歯磨きとか、うん、ご飯も普通に食べたんですけど、うん、なんか歯磨きとかこう刺激与えてたら逆に痛くなかったりするんです。あ、それはただね、あのうがいしたりするともうこれ言わんことと思ったけど言うけど、それ炎症っていう症状なんですよ、炎の症状。